はい、で今ね秋田県の男鹿半島にいます。男鹿半島ということで心のこの門前の、生ハゲ生ハゲですよと立ってるんですけど大きいよねかなりね。だここも男鹿半島の中でぜひ訪れていただきたい場所の一つです。生ハゲっていうのは世界のねいわゆる無形文化遺産に登録されたって皆さん知ってる方多いと思うんだけど、その中で今貴重なものですね。だから生ハゲの文化があって、まあ、その中で子どもたちがまあ1年1回で来てねで子どもたちに対してしっかり親の言うことを聞いてるかとかなんかいろいろ言ってね怖いじゃないです か。それって結構ね子どもにとって教育はいいんじゃないかなっていうね。最近だから親も優しいしあとはね、先生もなかなかそういうふうに注意もできないようになってきているその世の中においてやっぱ子供たちがやっぱりねそういうところでやっぱり誰か叱ってやるってことが必要であって悪いことね。その中でやっぱりこういう生ハゲのね、やっぱりこういう文化っていうのはやっぱり残していく立派な文化だと私は思っています、ね、怖いよね。でも子供の時だってあんな何も知らさずにいてクリスマスのサンタさん信じてる世代だったらね子供だったらこういう生ハゲいて家に来られていけない子はあんなもったいないかもしれないですからねさらわれてとか怖いから、ね、だからそれで言うこと聞くっていうねいい教育なんだと思います。で、ここハンドで訪れていただきたい場所のもう一つの場所が、ここのところゴジライバですね。ゴジライバ、生ハゲのところから割と近いところ生ハゲのね立像から近いところにあります。そうですね、まあ、どこにあるか分からなかったら見てみて、あ、これだなすごいですよ、しかし本当になんかでも結構釣りしてる人いるんですよ。なんか釣れてんのあれ投げてんのあれもっち見てるとね結構釣ってるんですよ、ね、そこで、すごいね釣りとか、そんな寒い中よくやるなって、まあ、俺もよく釣りはしますけどね。あれなんだろうな、磯沢だね、磯でなんか狙ってる感じかな。すごいよね寒い中よくやるな、巻いてる、やっぱ磯だな、ね、磯で多分ね、釣ってるよ、巻いてるね、巻き餌してたから、鯛とか石鯛とか、なんか石垣鯛とか、なんかそう、鯛系かな多分。